はい、ではパワーボタンを押します。はい、コールドスタートですね。 ETC カードが挿入されていません。で、すぐに走り始めます。で、はい、一旦切ります。はい、駐車場の昇降機を下ろし終わったので、もう一回電源入れます。はい、で今バッテリー残量結構あって、この燃費なんで、まあコールドスタートにしてはね、結構いいと思います。はい、今ね、渋滞なんですけれども、バッテリー残量結構多くなってしまってます。こういう時はできるだけね、15キロ以上出してる時はブレーキ踏みたくないなっていうふうに思います。はい、5キロちょっと走ってきましたけれども、燃費このようになってます。うん、やっぱね、この効果大きいですね。まあ今までいろいろ IDCD で燃費を向上させる方法って言ってきましたけれども、まあ中でも一番ね、これが手っ取り早くて、効果が大きいと思います。まあ市街地走行中心の方限定ですけどね、まあ、走り始めてね、ずっとエンジンかけ続けていられるような環境、まあ、郊外とかね、田舎の方に住んでらっしゃる方でしたらね、これを試す機会はないと思うんで、まあ、あまり意味がない、あまりっていうかね、全然意味ないんですけど、市街地走行メインっていう方だったらね、この止まってる時、停止車中はパワースイッチを切るっていうのは、まあ、こういうね、短距離しか走らない場合の燃費は明確に、ね、上がるかなという。まあ、特にそれをね、今回ヤリス、新型ヤリス乗りまして感じたわけですね。その暖気中の効率の悪さ、 IDC とかねっていうのをすごい相対的に感じたし、その辺はやっぱり制御でね、どうにかなるかなっていうところを、まあ、ヤリスが実際そうだったのでまた実践してるわけですけれども、はい、帰ってきました。燃費の方ですが、このようになりました。はい、ということで今回はこの前動画でお話しさせていただいた IDC ハイブリッドの燃費向上の方法ですね。停車中に暖気するときはエンジンを切るというのを実践して燃費の方を計測しました。ご視聴ありがとうございました。